平将門は歴史上反逆者として知られているが、関東のあちらこちらにその霊が祀られている。また、神田明神の祭神としても祀られている。21世紀の現代でも、皇居前のこの一等地に首塚が祀られているが、単なる反逆者だろうか。こうしてみると平安時代から民衆に深く愛され続けた人物なのだろう。Yeah.